座る座る。会議始まりましたー。はい、現実東京の好きにやっちゃって今日もやっていきます。元気に。はいはい、元気。本日なんですけども、先日ですね、あの花道通りのセールスバトルオーディション勝ち上がった、今夜は一部隊の 何名だ ?1,2,3,4,5人。5人ですね。5人をつれ、5人じゃない、4人か。4人。俺違うわ。そう、外れてるし。いや、だから、おかしいんだよね。それなのに、セールスレディじゃない。しかも、そんなって言ってるけど。それなのに、MC をやんなきゃいけない辛さね。裏でなんかもう、わけわからん感じになってんねん。はい、まあまあ、順位不動です。一人ずつ紹介していきましょう。看板乗ります。初看板だね。ディアスから、はるか!よいしょ!はい、来て、早く。てかもうみんな来てくれたらいいのに。はい。はい、そしてジャムから、シオンカンボさん。はい。そして最後、太陽主任。もうちょっとタバコ吸ってないで、早く。太陽崩したらあかんねん、そういうの。ちょっと見て、俺のインナーが緑だから、映っちゃうっていう、MC に最適な、うん、そう。逆に脱ぐわ。おもろ、なにこれ。888。パチパチ。2チャンネルはな、わからん。え、すっごい面白い。なにこれ。ほら。ね。はい、こんな感じで今日はやっていきます。ちょっと、みんな入ってる?マジ女王やな、これ。愛するな、感じ。あ、すいません。あ、どうも、どうも。そうだね、乾杯から始まる感じで。あ、あとグラスを。ないっす。すいません。太陽飲めるよ。僕、大丈夫っすよ。何?それでいいですか?いちごミルク。お前舐めてるよな、ほんまな。チンチン。そう。そうなんです。なんで俺がおっさんなの意味わからへん。もう内容がくしゃくしゃや。桜さんのがおっさんやからな。いや、タメじゃん。タメじゃねえし。タメじゃねえし。だったら敬語使わねえし。使ってないっすね。いや、おかしいなと思ったよ。うんうん。今、ハテナって思ったよ。ごめんなさい、ほんまに。はい。はい、いける?これから今ちょっと乾杯しますね。で、看板にね、掲載するのが、クレイジー。クレイジーから、トーマくんと、なぎさくんと、いおりくん。2部から3名がエントリーというか、勝ち上がってですね。はい。看板に、神セブンということで、まあ、ここの、僕の両サイドの4人と、その他3、クレイジーから3人が、勝ち上がっていきました。なんで MC やってるんだろうっていうところに。神セブンの説明した方がいいんですか?そうですね、あの、神セブンっていう、あ、そうですね、神セブンっていうのは、刹那はいねえよ。刹那はいねえ。刹那っていうのは、刹那は内勤やしな。そもそも。そもそも、刹那内勤やしな。はい、はい、神セブンというのはですね、先日ですね、17日から19日まで、3日間ですね、売上対決させていただきまして、その中の上位7名が、看板に、花道通りの看板に乗りますっていうことですね。今ある看板をちょっと、売上対決でもう他のメンバーに変えちゃおうぜっていうので、売上対決させていただきました。皆さん本当にご来店ありがとうございました。はい。それでまあ勝ち上がった一部隊の 4名がこういう感じですね。それでは、乾杯してからじゃあ。そうですね。そうですね。乾杯しましょうか。乾杯しましょう。乾杯の合図を、じゃあ、乾杯の合図、乾杯の温度をじゃあ、太陽から。はい。お願いします。お疲れ様でした。乾杯。舐めてるわ。こんなんで、こんなんで、こんなんで。ほんまに顔で売ってるな。こんなんでいいんすよ。顔だけじゃないっすよ、太陽は。うちの太陽。はい、それではですね、まあ、この画像ですね。あの、ちょっと僕で透けて見えてるのかな。このね、多分、ここら辺にシオンがいない?あ、ごめんね。反対?反対?スバルさんらへんっすね。あ、そう。あ、これが。これが、シオン、これがシオンです。これ、シオンの、シオンです、これ。あ、はいはい、そうです、そうです。わかりやすい。はい、この7名が、はい、エントリー。エントリーじゃないわ。勝ち上がった7名ということになります。僕もエントリーしてたんですけども、そう!なんで桜くんが司会なのって、負けた罰ゲームかなんかですかね。噂のピーリオさんに丸投げされました。
ね、最低だね、あの人は、ね、全国の皆さん聞いてますか？ピーリオ最低ですよ。勘違いしてる人たくさんいると思うんですけど、ピーリオは最低です。なるほど。はい、最低だぞ、もうね、後から見て笑えばいいんだ。はい、それではですね、すごい。はい、じゃあスバルくんからなんか感想とか一言とかなんか舞台裏とか、あ、まあ、まずはあのせっかくあのね、こうやって乗れ看板に乗れるっていうのもお客様のおかげだと思うんで、それぞれ一言ずつ、まあこういうもう全国の方が見てるんでね、まあ、あの感謝するなり、確かに、ね、はい、あと来年に向けてのなんかをちょっと言うなり、来年のあれはっていうか、多分見てるやつちょいちょい僕のことディスるやつ思うんすよ。はい、もう分かってるんだけど、ユーシンさんとかですか？そうそうそう、はい、ユーちゃんじゃねえ、ユーちゃんじゃねえな。でももう笑えるな。言って、それこそ、なんて言うんだろうな。レベルが高いというか、それ、言ったらメンツ的に言って残ってる人間が太陽と、なぎさと、うん、僕だけかな。そうですね、もともとの看板。もともとの看板見たらわかるんですけど、残ってる人間がいるとすれば、1、2、3の、3人かな。で、あとはフレッシュな4人がいるっていうので、うん、やっぱ、争い事ってすごいな。そうですね。もうそういった意味ではすごい良かった。さくらくんは頑張ん乗りませんから。なぜかって言ったら負けたし。負けてるし。そう、今しめなんですよ。ここ座ってんの。しかも緑色着てきちゃったんで、背景後ろ緑になってるんですけど、緑色のセーター着てるんで、こう透けちゃうっていう。まあでも、いや、これひどいよね。これはひどい。うん。正直ね、なんかこれも、これですごいことですよね。代表者が乗らないとか、まあ多分、うんうんうん。お前、うるさいすば、ルー言うの、ルーないねん。あの、それで、言ってしまったら、多分他の花道看板に出ている、まあ他店の方々の人たちって、まあ注目度が高いメンバーが揃ってるわけですよ。うんうん、その中で、ゲンズのみ、まあ、売り上げ対決、やってるっていうのが、うん、まあ、ありえへんっていうか、うん、新しすぎて、おもろいなっていう瞬間。だから、シオンとかな、はるかもそうやし。そうですね。なあ、もう、どうなん？嬉しいやろ、やっぱ。いや、嬉しいっすね、なんか。俺もずっと乗ってるから分からへんけど。飲みますか？うん、飲みな。すいません。じゃあ、せっかく振ってくれたんで、シオンからじゃあ、皆さんに一言、あそこのカメラに向かって一言ですか？うん、いや、ジャム来てください。早いな、いろいろと。そうだね、そう、タンパク、そう、これから売るために看板乗るんだもんね。そうです、うん、看板取って OK じゃないもんね。看板に乗るから OK じゃないですよね。うん、まあ祝われてるしな、羨ましいわ、そんなんないしな俺。じゃあ次行きますか、うん、そしたらじゃあ太陽最後ね。そうだな。じゃあはるかくんお願いします。はい、さっきはるか置物って書かれてたんですけど、僕を隣に置いてください。そういうことですね。うちの店の人間って、はい、乾杯。すいません、ほんまに、はい、そういうのに対して不慣れなんですよ。不慣れが、あ、いや、もう太陽も塩も不慣れですよ、全然。太陽なんてそれこそ俺からすればマジで喋らんから。てかイメチェンしたね。ちょ、スバルさん真似してみました。やめとけよ。はい、じゃあ、イメチェンした太陽から最後に、なんかその看板対決終えての、なんか一言もらえたら。いや、なんか、2日目ぐらいまで、3万ぐらいしか上がってなかったんで。すごっ。逆にすごいな。いや、で、もう、泣いて、泣きそうになってて、すごい一発逆転みたいな感じで、バンボンってあったんですよ。奇跡的に、カブリドリームみたいな。さくらチョレーみたいな。チョレーみたいな。ゲンズチョレーみたいな。ゲンズはチョレーって言うな、お前、ほんまに。でも最初3回ともだったのは僕とスバルさんだけなんで。まあそうだね。次も頑張りたいですね。次もないんちゃう？いや、もうこれなんかちょっと僕に透けてちょっと見えるかもしれないですけど、春秋にかけてってここ見えるかな。僕に透けて見えるかな。春秋にかけてこうやったら見えるかな。春秋にかけて花道通りの看板をジャックって書いてあるんで、もう秋まで、まあ、そのメンバーでね、看板ジャックするっていう、はい、そういうことなので、は
まあその後はね、どういう風になっていくのかわからないですけども、まあ売上対決っていうのはまあグループとか、まあ歌舞伎で店舗が多いんでね、まあそういうのたくさんあると思うんですけど、これからも頑張っていきましょうですね。いや、自分が元気上がってれば頑張ってくださいって言えるのに、ピリオのせいだな、桜ちょろいって。いや、僕はコツコツ頑張ってるんですよ。まあそうですね、裏側、まあジャムの裏側じゃないんですけど、まあ3日間ね、あの売上対決やってて、1日目2日目僕ラストになったんですよね。いや、頑張ってんだよ、頑張ってる、全然すごい。までもだいぶ掘り返していいですか、だいぶ掘り返して、はい、うん、まあいろんな質問よくあるんですよ。なんだろう、なんか最近僕見たのが、リオかルイはそのうち出るから待っとけで、思ったのが、まあ、他店のね、お店の名前を出してしまうのが申し訳ないんですけど、まあ、グルダン。いや、わかんない。とか、エアーとか、冬月とか、その中に、ゲンズっていうくくりがあって。で、つい最近ほんまに知った内容なんですけど、グルダン神みたいな。はいはいはい。で、エアーはイケメン。うん。で、冬月、うん、もう期待度高いみたいな感じで内容があったんですよ、うんうん、で、ディア、あ、ゲンズってなった時に見てたのが、あの、キチガイの集まりなんか、それを聞いてて、ただ、はい、結局のところそういう変感覚で答えてくれてる方々ってよう見てるなっていう、まあ、要は、グルダンってやっぱもう、うん、合ってますやん。神みたいな。うん、もう要は一番上で、僕らがやっぱ目指すべき場所みたいなところもある。うん、まあ、エアーも確かにイケメン揃いで。うん、で、冬月に関してもすごい人たちが多い。うん、まあ、注目度高い人たちがいてる中で、ゲンズの気違いって何なんみたいな。ゲンズの気違いって誰から発信してんのかなと思って。うん、でも今のところ言ってしまったら、P リオじゃないですか。そうなんですよ。だからその気違いって言ってるのは多分ディアーズ通ってる子なんじゃないかなって思ってるんですけど、どうですか、まあ、はるかくん、はるかくんどうですか、うん、ですね。認めていただいたんで。なるほど。はい。まあでも、そうか。まあでもなんか、リオさん的には、やっぱ、キテレツらしいんで。何がですか、目標がです。あ、はい。ああ。歌舞伎町の中のキテレツ。そう。みたいな。中野ってほんまに俺の住んでるとこだからやめてな。弥生町も合ってんねん全部ほんまにやめてや。合ってるからもうどんどん言ってくれたらええわ。好きにやってくれたらええわ。そうですね。見てる方々も好きにやっちゃってくれて全然構いませんよ。もう内容が好きにやってやから。うん、全然好きにやっちゃってくれて。それがちょっとぶっ飛んでんのかな、僕らはね。僕らそれが OK っていうのが。すごいな、うん、全然 OK です。でもなんか、ここ最近じゃあ一番何かにチャレンジしたみたいなやつありません？一人一人ここ最近でチャレンジしたもの、チャレンジしたというか、なんかこういうことに、まあそうですね、チャレンジしました。いやうん、なんかチャレンジ、いやもう順番にいきません、なんか、はい、じゃあどっちからいきますか。僕すぐ出てくるんだよ。じゃあ一番最初僕から。はい、それは多分言い出しっぺやからダサいんですよ。1,2最後にする？最後には1,2,3,4のオチでいきましょう。オチ大丈夫？はい、やめましょう。最後から2番目で。なんか最近やったこと？いや、僕は本当に毎日同じことの繰り返しみたいな感じ、もう本当コツコツやってきたんで、もう本当につまんないよ俺。なんか最近始めたこと、クリスマスベアを下ろしてくれる人。ああ、はい。そうですね。おじさん二人が喋ってるからあかんねやろな。場所変えようか。最近始めたことある？最近始めたこと。僕は、初回で、あんまお酒飲まなかったんですけど、最近ハーフで飲むようにして、今日月を。で、ああ、はいはいはい、はい。すごいなんか、お酒飲める人キャラになってみようかなって思って、そうシフトチェンジみたいなのしましたね、ここ1ヶ月前ぐらい。なるほどね。まさかこのタイミングで振らなあかん CM に。うん、じゃあちょっと作戦会議してきます。はい、じゃあ
いきます。 CM です。はい、CM、つまんない CM。 お、俺めっちゃ被ってね。で、僕 MC なんで、あの、看板対決負けたんで、僕後ろ来ました。はるかハーフの目、そうだね、あの太陽今、はるかハーフ、ね、ハーフ飲んでるもんね。はい、ちょっとグラス見せてあげて。そう、ハーフで薄いやつ、ハーフで焼酎飲むことを始めましたということで。置物じゃねえよ。はるか、じゃあちょっとあのクリスマスも近いんで、あのクリスマスに何人欲しいかをじゃあ一人ずつ言ってってもらおうかな。何が欲しいか、何が欲しいか、なんか僕ら側がですか。うん、でなんかコメント拾いたいなと思ったんですけど。あ、僕ら側がですか。あ、 お客様。あ、お客様、女の子が嬉しい。何もらったら嬉しいとか。あ、何、じゃあすいません、見ている方々、まあ男の子でもいいですわ、最悪面白くなればいいと思ってます。あの欲しいものを、あのこの、まあ、指名してる方とかにもいると思うんですけど、あの欲しいものをどん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 ちょっとコメントで打ち込んでもらったら。プレゼントがホストやめてから嬉しいな。ハーフの目やばいんだけど。これハーフって何なんだろうな。冷蔵庫。冷蔵庫って感じ。洗濯機。冷蔵庫ね。ホスト上がってはどうなの。ホスト上がってって言われたら困りますね。プレゼントでいいよって言う。言えないっすね。チャリとか欲しいっすね。ダイソンの掃除って結構現実的なものばっかですね。なんかないですか。でもビアンキはありかも。あ、実際でもそれ実用性あるやつの方が嬉しいんですかね。うん、俺 iTunes カード考えてたんやけど。ああ。Amazon カードとかいいっすか。あかんかな。iTunes カードあかんすか。いや、いいんじゃない。使えるしね。もう分からへん。クロムのライダース。あ、でも iTunes カードだったら Amazon のカードの方がいいらしい。へぇ、うん。Amazon のカードの方が喜ばれる。なんかあるらしいですね。あ、そんなのあるんだ。そう。クロムのライダースって、いう子は多分ホスト通わないでそのまま買った方が多分安く上がると思う。これはるかがハーフ飲んだ方がいいんじゃないですか。一回落ち着かせようか。はるかハーフ飲めるのね。一回飲んだ方がいいですね。一回一回ハリーウィンスのブレス高いよね。高かった。でも喜ぶんだろうね。ハリーウィンストンのブレスって書いた人は買ってあげたらどれくらい入れてくれますか。あら、思ったっす。でも思ったっすわ。質問するともう今僕パッと思ったのが、今まで担当に使ったお金、プレゼントじゃねえこれは。返金も返金や。返金も。まあでも現実的に金は確かにそうですよね。わかるわかる。それはそうですよ。
まあでもそこで楽しかったらそんなことは言われないと思うんだ。あでもサマンサタバサとか可愛く見えるもんね。あ可愛い逆に。締め欲しい。サマンサタバサってもう打ち込んだ子を締め欲しいわ。ハリー・ウィンスのブレスからなんか流れ変わってきてる気がしたからジャム貸し切りにしたいって結構嬉しいですよね。嬉しいですよジャムでいいっすかちょうどいいっすかジャムの。確かに今ジャム率が高いから。あそう、ね、ちょっと嫌司会進行がジャムやし。あーすいません。いやおもろい。でもなんかひいきとかしてないよ。いやでも逆にじゃあ僕らが欲しいものみたいなもの。そうですね。あのクリスマスとかなんかあるんで、いいかクリスマスに向けて一言なんかあのクリスマスイベント24、25日にあるんですけど、その時に来てもらったら何かとか何かしますとかなんかその告知とかそれぞれしてもらえたらいいかな。誰から行きますか。はるかは考えてる。太陽から。はい、僕事前に来るよみたいに言ってくれたら缶物2本と食後2杯サービスします。いや太陽がサービスするなんてもう本当にレアだよ。はい待ってます。はい、なんか欲しいものとか言っといた方がいいんじゃん。あの前振りしといた方がいいんじゃん。欲しいものはね、うん、売り上げはもういらねえからみたいな。すげえなそれ。劇的に何かおしゃれな八端とか欲しいですね。ああグラス、ああ店で使えるマイグラスみたいな。はい、はい、マイグラス。おうどうする。こんな全国のやつで言ってめっちゃグラスもらったらどうする。この子の時はこれみたいな。大変なんだよ。大変だ、うん、大変なんだよ。ちょっと待って、提案とかもう完全に刹那やし。どれどれどれ。提案って書いてある。あとなんかちょっと思ったのが、これ多分クリスマスプレゼントはって言ってもどうせなんとかだろうみたいな国になってくるんで、質問いいですかって言われたやつ気になりません。質問いいですか。みんなに質問してもいいですか。ああぜひお願いします。提案はいねえ。わやべえな。年収これほんまに本人の財布の中身なんて別に。ジェイクさん違うな。もうなんかすげえな。提案はうちのナイキやからね。うちのナイキやから。ジャム分かんないから。そうなんですよ。だから、はい、提案って来ると僕が悪いみたいになってるんですよ。でも嬉しいっすね。そうやってなんかコメントをね。はい。しんのすけがスバルには年間負けないって言ってた。いる今。いらないだろ。しんのすけどうでもええから。そうですね。あの12月ね、あの終われば年間ナンバーも全国で出るんで。でも先月の賞金を教えてくださいはちょっと聞き方によるような。多分誰かが一回言った瞬間にめっちゃ俺あげるからな。絶対あげるからな。あーでもどうなんやろ。なんかいろんな質問がかぶさってきたからちょっとわからんくなりましたね。でもうなんかなかなか言えないやつも来ますね。小径とかは、うん、靴のサイズを教えては。僕 26.5 です。あ僕もっす。え、ジミーチューの靴めっちゃ欲しいっす僕。え、ジミーチュー欲しいです。めっちゃ欲しい。いいよ、ね、サイズじゃないよ。靴のサイズは26.5。白か黒。そんな黒もつけて飽きないね、本当にね。今の財布の中身、あ、僕は有馬記念があるんで、意識してますよ。どういうこと？え？今週の、それこそリオさん、うちのリオさんいるじゃないですか。リオさんのイベント2日目かな？25日ですよ。だもうリオさんと約束してるんですよ。はいはい。有馬記念は頑張ろうみたいな。で、逆に聞きたいんですよ。北さんですっていうのは、本当に思ってる。でも、北さんはちょっとずるいっていう、なんかここのメンバーで喋ることじゃないから、ちょっとしんどい。違うな。話しだしたのか、あれ違うな、違うな。ごめんなさい、ほんまにごめんなさい、ほんまにごめんなさい。じゃあ、なんか、振って、なんか、もう、質問攻めは微妙だから、ちょっとなんか、話題。わかりました。じゃあ、
喋りましょうか。今年一年、もうだって今年最後ですよね。そうですよね。最後なんで、来週ないの？来週ないんですよ。もう休みなんですよ。あ、休みというか、はいはいはい、あれなんで。で、なったらもう1年どうやったかっていう質問。この1年。あー、いいっすね。いいっすね。この神セブンと呼ばれてる。そうだ。メンバー。いや、俺は違うんだけどね。まあ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 。まあまあまあ。保護者、保護者で。悔しいんで、ちょっと、お願いします。だからもう一人一人ちょっと喋ります。1年はどうやったかっていう話どうですか？行きましょう。行きましょう。ちょっと、置物になってる。なっちゃってるんで、はるかくんから、なんかあったらお願いします。今年1年、去年の11月の21日に入ったんですけど、ちょうど1年ちょっと経ちました。どうでした？じゃあキャリア、現図歴はもう1年ちょいだ。1年ちょいですね。すごい立派っすね。そうですね。前職ペットショップ店員だったんですけどなんかいい経験してます。そうですね。指名もらってる子はみんなペットで可愛いみたいな感じで。いや、俺がペットにされてます、ね。ペットにされてます、俺が。そっかそっかそっか。はい。はい。なるほど。はい、巻きでって言われてるので。そうですね。時間的に巻いていく感じで。はい、じゃあ、シオンも喋ってないけど、シオン、今年どんな1年でしたか？そうですね。もう僕もペット好きで結構生き物飼ったんですけど、6匹ぐらい死んじゃって。何飼ってたの？ヘビとか飼ってましたね。ヘビっすね。やべ、1分前や。ちょっとやばいっすね。僕は、楽しい1年でしたね。そうだね。1000万も売れたんだよ。1000万も売ったね。うん、頑張った。楽しかった。はい、頑張ったのお客様なんだけどね。ありがとう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 。はい。じゃあ、最後。1年。ですけど、もう言ったらめちゃくちゃ1年を1分弱で収める必要がないぐらい激しい1年でした。で、一番大事だったのが、やっぱ人っていい意味で関わり方を履き違えたらあかんなと思う。もう東京、名古屋、大阪、福岡、北海道、いろんな都市がある中で東京やっぱすごいなと。うんうん、もうホストもすごければ女の子、小峠はいはいやばいから、いろんな人間がいる中で一番成長できたのが東京やなと。はい、それでは今年はありがとうございました。良いお年を。ありがとう。まだあるで、まだあるで、まだ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。